うずめ飯の一例うずめ飯は、島根県西部の山間部で食べられている郷土料理である。うずめ飯と表記することがあるが、どちらが正しいかは定かではない。一見、だしをかけて、わさびを添えた、お茶漬けのように見えるが、ご飯の下には小さく刻んだタイや野菜が隠れている。この食べ方の起源については、しっ倹約を強いられた江戸時代に贅沢しているのを、悟られないため、 具材が粗末で他人に見られるのが恥ずかしかったためといった理由が挙げられるほか、提供するときや食べるときは節目がちにするといった習わしも伝わっている。山口県にも同様の料理があり、仏教信仰に伴い伝承されたとも言われており、はじめは動物性の食材は使っていなかったとする見方もある。昭和14年には、宮内庁の全国郷土料理調査において、 日本の代表的な郷土料理として、岐阜県のさより飯、東京都深川の深川飯、埼玉県小川町の中七飯、大阪府南波地方の火薬飯とともに、日本語大名藩の一つに選定された。農林水産省のホームページで調理法と食べ方が公開されている。鍋で野菜を炒め、炙ったタイの出汁と水を加えて、 すまし汁よりも少し濃いめの醤油味で煮込む。野菜が柔らかくなるまで煮上がった具を丼に盛り、おろしわさびを敷いたら上からご飯を乗せて食べる。この料理はわさびが決め手になっており、水がきれいな山間で栽培された香り高いわさびを使うのがよしとされる。食べるときは鍋のだしをかけてお茶漬け風にして食べる。あっさりと素朴な味わいのご飯に、 わさびが良いアクセントを加えてくれる。食べ進めていくうちに、ご飯から具材が出てきて、彩りが増していく。どんな具材が入っているのか楽しむのも、うずめめしの醍醐味である。ありがとうございます。